リフォーム塾では知らないと損する最新の有益情報を忖度なしで随時配信。見逃さないように絶対チャンネル登録お願いします。15年使って初めて分かった TOTO ユニットバスの後悔した点。はい、ちょうどうちのユニットバス、はい、僕が普段使ってるやつね、はい、設置してから、まあ、15年以上は経つような感じになるわけなんですけども、はい、やっぱ15年使って初めて分かったこと、はい、やっぱいくつかあるんでこれ共有させてもらって、はい、まあ、これは僕自身が今後ユニットバスを交換するときにここは改善したいとっていう点がいくつかありますので、はいはい、それを共有させていただこうと思います。まあ、あの皆さん の, あのユニットバス選びの参考に絶対になると思いますので、こうご期待という内容になっております。はい、リフォーム会社をお探しの方必見。これまでリフォーム塾に出演していただいた企業を地図から探せる。詳しくは概要欄へ。まず1点目なんですけど、はい、水洗ね、はい、水洗シャワーユニットなんですけど、はい、これなんですよ、うちのやつが、はい、でカウンターとなんか一体型みたいになってるんですよ、はい、でなおかつこれ手すりついてますし、うんうん、でシャワーがこれなんですよ、はい、でこれって多分壁打ち通ってこの手すりの中通って水が出てるって感じなんですよ。あんまり見ない形ですね、はい、これね15年使ってね、はい、どうなったかって言ったら、はい、お湯を出すと、はい、なんとシャワーホースの根元の金具から水が噴き出てる状態です、はいえ、はい、でそんな見たことないです、はい、でこの水洗先ほど映したやつ、はい、これこの1年ぐらい前の話ですけど、はい、ある日突然、はい、ボタンを押してもお湯でんくなりました。どうしてるんですか。ただ中で壊れて、うん、こう押してもお湯がでんくなったりするだけなんですけ ど,、はい、なるほど。で何が言いたいかって言ったら、はい、おそらく10年以上使えばいろんなもの壊れてくるんですよ、はい、それは仕方ないと思いますと、うん、ただこういう一体型になってるようなこのユニットバス独自の水洗みたいな感じじゃないですか、はい、これが壊れると交換対応がほぼできない。そうなんですね、はい、TOTO メンテナンスっていうそういう会社があるわけなんですけども、はい、そこに依頼してメンテできて修理というのは、お願いできるんですけども、はい、もちろん状況によってはもうすみません交換部品ないですって言われる可能性も結構高くするわけですね。なるほど、まあ、そういう意味では、はい、この浴室の水洗シャワー水洗っていうのは、はい、KVK とか、まあ、リクシルとか、まあ、TOTO でも売ってると思うんですけど単品で、そういうのをつけられないようなユニットバスの仕様、まあ、こういう水洗カウンターみたいなのが今でもあるわけなんですけど、はい、それはもう絶対につけたいとは思わない、はい、なるほど、交換ができないのでというところですね、うん、はい、やっぱり10年以上超えるとやっぱいろんなこう消耗品、まあ、この水洗もちょっと一つ消耗品の一つ含めさせてもらうと思うんですけども、はい、やっぱ壊れてくるところがあるのでやっぱ交換しやすいようにしとくっていうのは一つ大事なところかなというふうに思いますと。確かに、はい、でなおかつこの水洗、まあ、ボタン式なわけですけども、はい、まあ、やっぱりちょっと複雑な、もうこれ何でもそうなんですね、トイレでもタンクレストイレであったりとか、まあ、やっぱりこういう機械物が入ったりとか中の仕組みが複雑になるとやっぱ壊れやすいんですよね、うん、まあ、そういう意味では壊れにくさを追求するんであれば、はい、このプッシュ型のやつじゃなくて、うん、今まで通りのこうやってから回すやつの方が壊れにくいかなというふうに、はい、まあ、これもおしゃれなんでね、でおしゃれ優先するんだったら、まあ、10年以上、ね、使って壊れたとしてもそれはあおしゃれ追求した結果なんだと諦めるのは大事かなというふうに思います、はい。でその他カウンターが洗い場側だけじゃなくて、はい、浴槽側までこれ伸びてるタイプなんですよ。あ、でなおかつその手すりもずっとこう伸びてるわけなんですけど、はい、めっちゃカビカビになってないですか。確かに、はい、っていう意味で、はい、いろんなついてるものが多ければ多いほどカビがつく可能性があるんで掃除がしにくくなると、うん、確かにうちもそうです、はい、でなおかつついてるものが多ければ多いほど、はい、壊れる可能性が多くて、なんとこのカウンターペロンってなってますね。もうボロボロじゃないですか。はいはい、やっぱり水回りって経年劣化激しいってことですよね。はい、そういった意味で言うと、やっぱ最近こういろんなこうね、突起物つけないシンプルな仕様、はい、カウンターつけないとか、はい、鏡つけないとか収納つけないっていう人多かったりするわけなんですけど、はい、僕も漏れなくそっちの方がいいんじゃないかなと最近つくづく思っておりますと。うん、タオル掛けだって、これもね、はい、あの別で写真出しておきますけども、磁石でフックみたいになってるやつつけることできますし、うん、風呂蓋、はい、風呂蓋フック、これもついてるんですけど、はい、もはや今風呂蓋使ってないんですよ、うん、そういった意味では、はい、この風呂蓋周りもいろいろ黒ずんでたりしますし、うん、はい、風呂蓋フックも今磁石で使えるものあるんですよ、はい、ですし、はい、浴槽の手すり、だいたいこう浴槽内のハンドグリップと呼ばれるようなものと、はい、大体このその上に普通の長い手すりですね、はいはい、これをつけたりすることも多いわけなんですけど、はい、よくよく考えてみたらこの浴槽内のハンドグリップ使った試しないなと思ったんですよね。確
確かに2個あればもう1個で十分ですもんね。はい、っていう意味でこのハンドグリップ、浴槽へのハンドグリップも不要かと思いますし、はい、で先ほどと同じ写真になりますけれども、このアーチ型のバー、これもよくよく考えたら持った覚えないなって思って、ね、でこれ僕の場合なんですけど、まあ、洗い場で座ってるとするじゃないですか、はい、でそこから立ち上がるときもし掴むとしたらどこ掴むかって言ったら浴槽の縁掴むんですよね。確かに、はい、っていう意味で言うとやっぱりこれいらなくないっていうふうに、うん、はい、まあ、そういう意味で言うと、まあ、今これスライドバーみたいになっててシャワーの位置変えるのに便利っていうのもありますけれども、はい、手すりとしての有用性っていうのは実はあんまなかったりするかなというふうに思ったりします、はい、照明、次昔のやつって全部ボッコーって壁から出てるような感じなんですよね、はいはい、ただねこれね埃乗るんですよ、わかります、照明の上に、はい、で今はダウンライトじゃなくても結構こう埋め込み型、ああそんなのもあるんですね、はい、天井付けのパネルタイプのものも多かったりするんで、はいはい、その上にホコリ乗ったりすることないので、うん、まあ、今でもこういった壁付きのものって選ぶことはできるんですけれども、はい、標準仕様になってたりするんですけど、まあ、こういうタイプのも選ばないようにしようとも思います、うん、で次テレビ、テレビももう見ない、テレビまであるんですね、贅沢だ、はい、スマホを、ね、なんかああいうの入れて、はい、それで結構十分ですよね、はい、私はスマホお風呂持っていきます、はい、ですし、はい、窓ついてますと、窓加工されてますと、はい、やっぱり窓のこの、ね、窓際のこの差し回り、カビ生えますと、うん、なんでもはや僕窓加工もいらないんじゃないかと、もう完全パネル、もう窓のない部屋、はい、窓のない浴室でいいんじゃないかと、うん、その代わり換気扇はしっかり回すと、はいはい、いうふうにすれば別に窓はなくてもいいんじゃないかというふうには思います、うん、はい、で次カウンター、はいはい、でカウンターもなしにしてくれっていう人も多かったりして、はい、まあ、僕もうちのカウンターもどうなってるかというと、はい、これ際なんですけどカビになってます。そうですね、はい、で浴室の床なんかもそうなんですけれども、こういうふうに黒ずんできたりとかするわけでして、はい、結局こういうカビが生えたりするところって浴室の床のど真ん中とかじゃないんですよ、はい、大体こうなんか際なんですよ、炭がこういうふうになってきまして、はい、カウンターなくそうかなっていうふうに思わなくはないんですけど、今の TOTO のカウンターってこちらなんですよ。お、四方が炭がないんですよ、はい、なるほど、壁から離れてるんで、まあ、こういう形状であればカビはまあつきにくいのかなというふうに思うんで、うん、カウンターはつけたいかなというふうには思います、はい、で先ほどあの浴室の床のカビについてもお見せしましたけれども、はい、まあ、そういう意味ではやっぱ白系っていうのはどうしても黒ずみが目立っちゃうので、はい、グレーとか、うん、なんなら黒色とか、はいはい、そういう濃い色にしたら四隅のコーキングのカビが目立ちにくいかなというふうに思いますし、はい、なおかつ TOTO のユニットバスで選ぶんであれば一度は床ワイパーつけてみて、どれだけそのカビとかぬめりが抑制されるのかというのを、うん、まあ、体感してみたいなというふうに思ったりする次第でございます、はい、で次ドア、はい、ドアこれオレードなんですけど、はい、めっちゃ黒ずんでないですか。見せるのも恥ずかしいぐらいですけど確かに、はい、で黒ずんでまして、はい、やっぱりこれ前のお風呂後悔っていう動画でもお伝えした通り、はい、やっぱりこういうレールがあると黒ずみがたまるんですよね。わかります、本当にでこれ何度か結構ハウスクリーム入れたりするんですけどすぐたまるんですよ、はい、うん、オレドなわけなんですけど、はい、伊藤さんのもオレドですか。オレドです。オレドって結構開けるって力いらないですか。はい、いります、いります。っていう意味で言うと開き戸の方がやっぱり便利なんじゃないかっていうふうに思います、うん、確かに、はい、本当にカビたまりますよね、はい、で開き戸のデメリットっていうのは中で人が倒れた時に開けにくいと、はい、救助が間に合いませんみたいな、はい、ふうに言われてるんですけども、はい、今の開き戸っていうのはこう左上とかその釣り元にこういうなんかつまみみたいなのがあって、はい、つまみをしながら倒すとバタンで倒れるような仕様になったりしますので、すごい、はい、まあ、そういう意味では安全性も担保しやすいので、うん、まあ、ちょっとオプション払ってでもオレ戸じゃなくて開き戸にして掃除もしやすいし開きやすい、そういった扉にしたいかなというふうに思います、はい、で今まで散々言いましたけれども、はい、逆にこれはしてよかったというのも2点お伝えしたいと思うんですけども、はい、1点目が浴槽アクリル系の塗装、まあ、当時のものですけども、まあ、してるわけなんですよね、はいはい、今で言うとお掃除なくなく人材浴槽、うんうん、浴槽に関しては今でも十分綺麗ですというふうなところで、まあ、これに関しては、はい、やっぱりサドナ選ばれる方っていうのは、まあ、これをつけた方がいいと思いますし、まあ、リクシルで選ばれる方に関してもパールクォーツっていう名前になるんですけども、うん、そちら選ばれるのをお勧めしたいとは思います。長期的に使える方が絶対ですもんね。そうですね、うん、浴槽は綺麗なんだけれども床が結構もうすでに汚かったりとか、はい、いろんな隅々が汚れたりとか、うん、もう汚れやすかったりとか壊れたりとかしてるんで、うん、もう結構15年で交換したいという感じですね、はいはい、でもう一つなんですけども浴室暖房乾燥機、はいはい、のガス式ですね、はいはい、これは関西でいうとカワックとか呼ばれたり、まあ、これ大阪ガスの商品名称になるわけなんですけども、はいはい、ものでして、まあ、簡単に言うと
給湯器自体も専用のものになりますと、はい、でそこであの給湯器で、まあ、熱いお湯ですね、はい、を作ってこの浴室暖房乾燥機と循環させることによってあったかい風を出してくれると、はいはい、それで、まあ、浴室を温めたりであるとか、はい、乾燥させたりであるとか、はいはい、そういうために使うような器具になっておりますと、はいはい、でこの浴室暖房乾燥機に関しましてはこちらガス式と呼ばれるお湯を循環させることによってあったかい風を出すものになるんですけれども、はい、電気式のものもあるんですよね、うん、簡単な風を電気の力で温めると、はいはい、いうものもあるわけなんですけれどもできることならやっぱりこのガス式のものをお勧めしたいと。そうなんですね、はい、ただその代わり給湯器も変えなきゃいけないですし、うん、そのお湯を循環させるための配管も通さなきゃいけないです、はい、そういう意味ではマンションでいうともともとがそれがついているであれば、まあ、それを使えますし、はい、逆に新規ではなかなかマンションでは通すことは難しいです、うん、戸建ての場合は給湯器を交換して配管を通せばつくことはできます、はい、っていうこのガス式の浴室暖房乾燥機なんですけど、はい、電気式に比べてパワーが強いっていうのはすごいメリットなんですよね。ああそうなんだ。もともとやっぱこういうものがなかったら別にそのニーズってあまり感じなかったんですけど、はい、今となっては真冬シャワー浴びたりとか、はい、お風呂入ったりとか、はい、やっぱ必需品ですね、うん、はい、やっぱ戸建ての場合はマンションに比べて気密性が低いので、はいはい、やっぱり外気の影響を受けやすいんですよね、うん、なるほど、はい、そういう意味ではマンションではあまりそのニーズってないかもしれないですけど戸建てとしてはやっぱ寒かったりするので、うん、このガス式の浴室暖房乾燥機っていうのは暖房としてはまず効果的、はい、かとはいうふうに思います、はい、であともう一つは暖房以外に乾燥もあるんですね機能として、はい、で乾燥っていうのはよく衣類を乾かしたりするために使うものですけども、はい、やっぱりねやっぱ花粉よく飛ぶじゃないですか、はい、で中で干したい雨が降ります梅雨長いです、はい、中で干したいっていう時にやっぱ嫁結構重宝するんですよ嫁さんが、はい、いいですね、はい、っていう意味で言うとやっぱりこれがまあついてるかついてないかでこれやっぱ電気の欲観になっちゃうと乾燥はちょっと頼んないですよね、はい、でつけたとしてもちょっと生乾き的な感じになっちゃったりとか、はいはい、するんで、まあ、つけられるんであればガス式の欲観っていうのはまあお勧めしたいかなというふうには思います、はい、今日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。